エカテリーナ・パブロブナは、ビルテンベルク王・ビルヘルム一世の二度目の妻で王妃、ロシア大公女。ドイツ語名では、カタリーナ・パブロブナと呼ばれた。ロシア皇帝パーベル一世と、皇后、マリア・フヨードロブナの四女として、ザールス・コエ・セローで生まれた。兄に、アレクサンドル一世、コンスタンチン・大公、妹に、オランダ王妃、アンナ・パブロブナ、弟に、ニコライ一世がいる。 1809年8月、母方のいとこにあたる、オルデンブルク公子ゲオルクと結婚したが、3年後に、ゲオルクはチフスで急世した。1816年、同じく母方のいとこのビュルテンベルク王太子、ビルヘルムとサンクトペテルブルクで再婚した。エカテリーナは、シュトットガルトで死去した。その後、ビルヘルム一世は自身とエカテリーナ、ゲオルク公師の共通の10枚である同族の、 パウリーヌよ三人目の妻として、時代の王カール一世らを設けるが、カールの王妃、オリガニコライブナは、ニコライ一世の巫女で、エカテリーナの命に当たる。最初の夫オルデンブルク公主ゲオルクとの間には二、難を設けた。二番目の夫ビュルテンベルク王ビルヘルム一世との間には二女を設けた。ありがとうございます。